はい、やってきました。穂積駅っていうらしいですよ、水越しなんですね、うん、これあの水穂グラウンドがあるのは全然別のところですからね。あれは名古屋市ですからね。ここ岐阜県ですからね。あのよく水穂グラウンドなんて言いますけど、全然違うところですからね。何もねえです。何があるのかもわかんねえです、ここ。さあ。ああ、電車出てたよ。まあ、とりあえず一回改札出てね。はい、一区間乗ってね。ここはだって、ターミナルも何もないです。あ、一応なんか、一応消えてはいますけど、まあ、ターミナルではないもんな。ターミナルコールはできないですよね、これだと。残念だ。もう今使ってないでしょうね。もう線路もくっついてないですもんね。うん、ああ、穂積駅。ね、隣は何駅なんだ。もう全然わかんないです。全然わかんねえよ。だって全然行く予定だったところすら調べれないのに、こんな急遽来たところなんて何も調べれないでしょ。うん。うん、いくらになるのかな。まあでも東海道本線とかですから幸い本数はね多いですね。休日でこういうと、ね、ところでも10分に1本あるみたいなんで、はい、快速とか全部確定なんですね。よいしょ、はい、はい、ということやから記念チャージでもして帰ろうか。あ、気をつくかですね。大幅なチームないですね。よかったよかったね、うん、あ、よかったよかった。はい、それはね、結構綺麗なのがね置いてありますね。あ、友人駅やったんや。で、150円、大きな200円ね。あ、200円ね、オープンで400円ね。はい、チャージできた。はい、よかったよかった、ね、よかったよかった、水欲しい。何かあんのかな。まあ、ここ穂積駅で JR の駅はこれだけなんだ。で、何があんの？これは、あ、垂水鉄道か。あ、こっちが大垣方面か。はあ、ははあ、あ、垂水鉄道ですよね。三重寺やら三重寺なんだろうね。三重っぽいな。十九条に横に、適当なコメントだな。これも穂積のテニスコートがあるんですね。はあ、特にね、それっぽいものも見当たらねえけど。穂積の駅前らしいですよ。なんかテストが書いてありますよ。何のテストなんだ。ああ、健康をこれに照らしてから、ああ、真実かどうか、みんなに貢献か、恋と友情を深めるか、みんなのためになれるかどうからしいですよ。へえ、ああ、ありがたい言葉いただいたな。いや、やる気ないわけじゃない人は、ね、柿なんですね。冬柿そうなの。へえ、もうポストの上に乗っちゃってますもんね。もうよっぽど押したんでしょうね。ああ、へえ、ほう。いや、やる気がないわけじゃないですよ。ほら、バスも来てる。この辺りは FT 岐阜か。なんか、えらい、なんか綺麗な機械があるじゃないですかね。缶とペットボトルを、あ、ペットボトル、ラベルを外してこう入れると、ああ、で、あの、IC でなんかエコポイントが貯めて、それがどっかの、あれですね、あの、使えるっていう、あ、バローとかそういうところでね、使えるのね。ああ、なるほどね。はいはいはい。なるほどなるほど。ああ、これ以上何も出ねえぞ。何も出ないぞ、これ。うん。屋台寿司がありますね。うん、四日市もできましたもんね、屋台寿司。うん、ね、もう名古屋じゃね、どこでもありますからね。うん、何も目新しいものがねえや。うん、ちなみに距離的にはね、とてもじゃないけど、歩いて今から行こうっていう距離じゃねえですね。うん、とてもじゃないけど、歩ける距離じゃない。うん、なんか取っとったら、あっという間に大垣が来ちゃったんですね。そっかそっか、
折り返しだから続行やから普通に10分空いてくるわけじゃないですもんね。ね、ポケットしまった。ちなみにやっぱ朝のね、朝の名古屋方面はすごいですね。ホームライダーもバーッと来てる。4、1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14本。すごいなぁ。さすが東海道本線って感じですね。はい、でも休日でもね、ちゃんと毎時4本大垣方面ありますからね。前からも30分に1本ぐらい行くのか。ね。十分じゃないですかね。十分十分ね。ね、この前のところだってね、2時間に1本でしたもんね。ね、全然十分十分じゃないですか。運休情報が出てますね。あ、なるほど。運休、やっぱしまだね、ちょっと続いてますね。ほら、つばめさんがいる。最近、あのアクアイグニスのつばめさんがすごいですね。あそこの数はなんか年々増えてる気がしていましたけど、ちょっと今年ほんとすごいことになってますよね。うん、それぐらいしかないな。こっちは元須タクシー、タクシー屋さんがあって、そこは何？静止？お酒？うん、お酒がある。ああ、そうですか。ここは定期借家契約、月38,000、安いですね。月38,000か、安いな。すごいな。38,000だったらいいな。あ、そっか。そんなに。まあ、ここは多分特別安いですね。駅前で38,000っていいですよね。で、しかも10分に1本とかね。1時間4本のことは15分に1本とか来るわけですからね。ね、いいじゃないですか。ああ、いい。素晴らしい。素晴らしい街だ。穂積って言いましたね。ああ、そうか。ね、ほら。ちゃんと公衆電話も置いてある。ああ、素晴らしい。素晴らしいじゃないですか。裏側も表側も。どっちもね。ね。公衆トイレもあるじゃないですか。いや、素晴らしい。ね。うん。で、自転車は24時間50円ですよ。以降12時間ごとに50円ですからね。1日半止めても100円ですよ。安い。ね、安い。ああ、すごい。これぐらいかな。これぐらいかな。とにかく柿らしいですね。はあ、冬柿ね。うん。マスコットキャラクター柿林。また柿林を作りましたね。はあ、うん、冬柿の冬にかけるんでなく、もう柿でいくんですね。はあ、なるほど。柿の町に覚えましたね。知らんかった、知らんかった。ああ、全然、ね、興味がなかったわけじゃないですよ、ね。はい、さあ大垣戻るか。駅前上から見るとこんな感じね。高架ですからね。うん、いやー、いいじゃないですか。遠くまでね、しっかりと見渡せるね。川だったらさっきのビルがありますけど、あ、川もホームセンターもあるじゃないですかね。いやー、素晴らしいね。あー、素晴らしい。もう1時15分ですよ。さあ、とっとと大垣戻りましょう。はい、なんかコミュニティバスが来ましたね。ね、あ、まあさすがご当地のね、コミュニティバスってことで、なんかマスコットのキャラクターが、あのさっきのカキリンでしたっけね、書いてありましたね。はいはい、でかく書いてあるね。あ、ぐるっと回ってまた来ましたよ。買いそうだ。しかも。はあ。